イーサネットクロスオーバーケーブルとは通常のイーサネット用ツイストペアケーブルの両端には MDI 機器と MDIX 機器を接続するところ両端とも MDI もしくは MDIX の機器を接続できるように結線されたケーブルである10ベース T、100ベース TX が主流の時代は一方の終端を T568A で結線し他方を t568 バイトで決戦することが一般的であった。クロスオーバーケーブル、またはクロスケーブルと略す。クロスオーバーの方式には、いくつかの方式がある。この他に1000ベース TX 用などがあり、かつては 1GBps 対応クロスケーブルなどと称して市販されていた。MDI、エクスポートを持つハブ同士をカスケード接続する際、 MDI ポートのパソコン同士を直接接続する際にはクロスオーバーケーブルを用いる。一般的な MDI ポートと MDIX ポートとの接続にはストレートスルーケーブルを用いる。2台のパソコンを1対1で直接接続する場合やプリントサーバーの IP アドレスを設定するためにパソコンとプリントサーバーとを1対1で直接接続する場合に用いる。 ADSL や CATV モデムによっては、パソコンを直接接続するに際して、クロスオーバーケーブルを要する場合がある。センベー b t の規格には対抗の MDI、MDIX を判別するオートメディ機能が盛り込まれているため、センベー b t 対応機器であれば、通常はストレートケーブルを使用でき、クロスオーバーケーブルの必要は少なくなりつつある。ありがとうございます。